はこんばんは、岩です。稲妻イレブン、前回について相手を間違えないようにて大事なところで俺今噛んだけどさ、それじゃあ行きましょう。オカルトの人たちが待っているわ。よし行くぞみんな。よし、いや高円寺来たってことはすごいね。これはもうファイアートルネードラゴンクラッシュでバンバン決めていこうぜ。よし、あもう試合なんだ。タッチペンを出せ。もうギター直キルだよなこいつ。これこいつもね、これね顔に似合わずだからマジで。オカルト中学サッカー部監督の直キルです。今日はお招きいただいて光栄です。よろしくお願いします。お互いに頑張りましょうね。クククッ、地獄を見たことがあるかい。やっぱり怖いっす。不気味な人たちっすね。ふん、そんなのハッタリに決まってるだろうげ。あちょ、もう今大事なところでバチちゃったよ。ぜ病科くん、俺のドラゴンクラッシュをあいつらにお見舞いしてやるからな。落ち着けってみんな、練習通りやれば大丈夫さ。大丈夫なのかな、なんだかチームの雰囲気がおかしいみたいだけど。そうだよね。うわ、ライモン VS オカルト、よーしやってこう。まあまあライモンのフォーメーションどんな感じ。なるほどなるほどなるほど。おっとまあ俺さ、待って、玉乗り加減のいい、なるほど、影とは闇を影と、佐渡は影のしかまだ覚えてないんだね。で、玉頃は玉乗りピエロと。あれ、でも玉頃ってディフェンスなんだ、お前キーパーじゃないんだね。で、フォワードコイジとファイアートレード35も使うのか、なんかあれだね、時代を感じるね。ドラゴンクラッシュファイアートレードに TP35 も消費する。まあそんなもんか、あとゴッドハンドに45も消費する。オッケー、2回しか使えないと。これは覚えておこう、ゴッドハンドは2回しか使えない。よーし、相手の選手情報。まず、フォワードの龍谷。これはファントムシュート。なるほど、で、キックは32と。すごい、鋭い霊感を生かして、有名選手の霊からコーチを受けているし。なんだそれ、なんだそれ、おい。で、あとキーパーはキラーブレードと、多分風属性ですね。歪む空間はないんだね。うん、まあ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 、おレベル的にはそこまで負けてるわけじゃないから多分勝てると思う。うん、やっていこう。よし、スタート、試合開始だ。サメオカ、おおおお、高円寺なんかイベント行くぜ。ファイヤートルネード、オッケー、決めていく。ファイヤートルネード、いやかっけー、これ決まったべ。キラーブレードは使ってこない。よーし、まず先制点、これはでかい。この余裕はね生かしていきたいよ。努力の成果だ。染岡君のドラゴンクラッシュも使っていきたいね。思ったよりやりますね。さすがはライモンサッカー部の皆さん。おいおい、雑魚が調子に乗ってんじゃねえぞ。なんだオカルトの監督、ちょっと様子がおかしくないですか。幽谷、あの技だ、こいつらに地獄を見せてやれ。お任せください監督。ん、オカルトのやつらなんだか動きがおかしいな。来たよ来たよ来たよ。ん、クククお前ら調子に乗るのは早すぎだな。見せてやるぜ、これが俺たちの必殺技、ゴーストロックだ。懐かしい。みんな動けなくなっちゃう技ね。なんだこれは。あれがオカルトの呪い。あ、足が動かない。クククク、それじゃそろそろ行かせてもらうよ。待て待て待て、今のはネタだろ完全に。そろそろ行かせてもらうよって言うときながらよ、幽谷も足取られてんじゃねえかよ。どうだい、何もできず追い込まれていく気分は。くらえファントムシュート。いやー、あ決まっちゃったよ。おやおや、お気の毒に。何が起こったかもわからないまま負けることになるなんて。ははは、いいざまだなライモンの雑魚ども。みんなどうしたの、足が止まってますよ。くそ、どうなってるんだ、全然動く。やばい、喧嘩始まっちゃったよ。結局ゴーストロックで動きを封じられ、なすすべもなく前半が終わってしまった。オカルトの呪いの力を目の当たりにして、俺たちはすっかり震え上がってしまっていた。そんな時、試合の流れを変えたのは、